れ様です。お疲れ様です。はい、今日はですね、前回もお話ししましたけど、美容室あるあるの話をちょっとしたいと思うんですけど、はい、いやいやいや、なんか全面にアピールされてますけど、そちらはこれ、あの白ひげ T シャツでね、ワンピースの、はい、ね、大岡七部会の一人白ひげ、はい、エドワード・ニューゲートのね、はいはい、これあの幼児山本とワンピースのね、はいはい、コラボ T シャツで、うん、どうしても欲しくてね、うん、結構まあ前なんだけどね、買ってね、うんかといってね、あんまりこれあの外で普段着で着る、ちょっとなかなか勇気もね、いや、かなりの勇気がいると思うよね。あれなんでね、はい、まあちょっと、まあなんならあのアニメトークの時に着とけって話なんだけど、うん、あ、そうだね、ちょっと今日ね、まあ、でも前回ゾロでしたからね、前回ゾロ、まあゾロ好きっていうね、うん、まあまあまあもう、まあ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 、あの白ひげも好きなのでもうあの逃げ傷なしのね、もう男ですから、そうなんです、ね、もうやっぱりもう白ひげもまあ僕の好きな性格というかね、キャラの一人ですけど、はいはい、で今日は戻っていいですか、ね、はい、はいはい、今日は美容室あるある、お客さんからの質問をいただいてます。あら、はい、なんか最近ちょっとなんか美容師臭い話が多いね、うんうん、いいじゃないですかね、まあ、まあまあ、美容師だからね、いいですよ、早速いきますね、はい、まずですね、シャンプーの時に目を閉じてたらいいのか、うん、それともやっぱ開けてたら方がいいの、うんいや閉じてください恥ずかしい、恥ずかしいです、そうそう、まあ、どっちでもいいけどね、いいけど閉じてる方が、いや閉じてくださいできれば閉じてください、まあ、そうだ ね、フェイスガーゼとかあの、うん、まあ、目隠しとかするのもあるんだけど、はい、まあね、あのそんなに見つめられると恥ずかしいんで、まあ基本、まあ、基本閉じてください、まあ、まあそうだね、はいはいはい、あとですね、そのシャンプー、うん、まあ、ちょっと同じことというか、シャンプーの時のことなんですけど、うん、あのシャンプーされてる時に首を持ち上げるじゃないですか、美容師さんは。あ、ね、あのここ洗う時ね、首元を洗う時、ね、はいはい、その時に、うん、お客さんどうしたらいいんだと、自分もこう力を入れてこう上がった方がいいのか、はい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 、預けていいものか、そんな私たちに身を委ねてくれればいい、あ、はい、力入れないでください、そうだよそうだよ入れないでください、うん、入れない方がいい、頑張ってこうやって上げられるとね、うん、お水が入っちゃうね、かえって危険があるんですね、頭の重さに合わせて、頭の 重さをこう利用してこうピタッとこうつけてとかっていうのもあるんで、う、うん、もうね、力入れないでリラックスして、リラックス、美容師さんに身を委ねて ね、 そうですね、やられててください、はい、はいはい、では次のご質問いきますよ、はいはいはい、ですね、来る時に自分のやっぱイメージをなかなか伝えるのが難しいと、うん、そういう時にイメージ画像や写真など、うん、自分でピックアップして持ってった方がいいですかと、おお、どうでしょう、まあ別にその、あってダメってことはないですね、うんうんうん、まあやっぱあくまでもで、まあ、これもね、美容師さんとか多分お店によってまたいろいろ多少の違いはあるかもしれないけど、はい、まあ、うちで言うと、うん、そのお客様が持ってきてくださったイメージ画像とかね、うん、まあ、昔で言うと切り抜きとか、まあ、最近はもうね、うん、画像でね、スマホで画像でっていう人も、うん、多いですけど、はい、要はその人がなんでこういう風にしたいのかなとか、なんでこれを今回リクエストしてるのかなっていうことも含めて、まあ、僕らはお客様とコミュニケーションを取るので、うん、一概にもちろんその持ってきてくれた画像とかねの髪型を作るっていうことではないんですよ、はいはい、僕らも、はい、うん、あ、なるほど、例えばこのぐらい切りたいんだなとか、うん、あ、こういう雰囲気が好きなんだなっていうのは、うん、まあ、まずビジュアルとしてこうパッと分かりやすいよね、うん、ただその上であくまでもお客様とコミュニケーションを取って、うん、もうちょっと深掘りして、うん、でその上でそのお客様にこう素敵になりそうなデザインを考えるので、はいはい、そういうそのコミュニケーションのツールの一つとしては全然あっていいし、うん、あった方がより具体的にね、お客様もこう安心してイメージを伝えやすいっていうのもあるだろうから、はいはい、もう全然ある分には全然 OK ですよ、うんうん、はい、うん、ですね、はい、で今日はですね、まずここの質問はこの3つだったんですけども、はい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 、うん、あとどうですかね、なんかこう自分たちからして何でしょう、こういうところをお客さん気になるかなとか何かありますかね。ね、やっぱりでも例えばそのお客様にとってね、うん、うまい美容師さんとかいい美容師さんの定義ってなかなか難しいと思うんですよ、いろいろあると思うんですよね、うん、ただその、うん、
特にうまいってわからないと思うんですよ、うん、そのプロの僕らが見てあこの人うまいなっていうところのポイントと一般の人から見てうまいとか下手ってね多分なかなか分かりにくいと思うんだよね、うんはいまあ、そう考えるとやっぱりお客様と僕らにとって一番大事なのってね、はい、やっぱり相性みたいなところがあると思うのね、はい、あそうかもしれない、うん、それは例えば僕なんかは当然そのお客様のヘアスタイルを作る上で、うん、そのお客様の性格とか考え方とか例えばどんなお仕事をしてるのかなとか、はい、そういったことがこう全部そのデザインを作る上で の, その重要な情報になってくるん で,、はいうん、で僕なんかはだからどちらかというとお客様と結構コミュニケーションを取る方なんだよね、はいうん、でお客様の中には例えばその話すの嫌いな人とか、はい、あんまりこう話したくない人とか多分いらっしゃると思うのね、うん、でそれはそれで、うんまあ、全然いいんだけど、うん、僕はどっちかっていうとそうやって話をしていろいろ聞いて考えるのがまあ得意というかそういうタイプなので、うん、多分僕みたいなタイプにあんまり話をしたくない、うんまあ、世間話も含めて、うん、あんまり喋りたくないっていう人は、うん、多分合わないんだと思うんですよ。でこれは僕がいい悪いとか、うん、お客様がいい悪いじゃなくてこれはもう相性、うんうん、だよね、うんうんうん、で中にはそういうふうにこうあんまりコミュニケーションを言葉としてね、うん、取らないタイプの美容師さんもいるから、うんうんうん、そうですね、うん、確かに、うん、それはもう相性みたいなもんで、うんうん、であとはやっぱりそのお客様的に例えばこうあもうちょっとこうしたいとか、うん、もう少しここ、こうのこういうのどうですかとかこう、うん、言いたいお客様は当然そういうことが言いやすい人じゃないとね。だからねやっぱ最終的にねやっぱその相性みたいなものが、うん、なんだかんだ言って結構大事になってくるんだろうなと、うんうんまあ、もっとも人と人がこうやってやることなんでね、はいうん、そうですよね。当然ながらその相性っていうのがすごく大事で、うん、相性のいい美容師さんイコールその人にとってはうまい美容師さんってことになると思うし、うん、どんなに腕が良くてもね、まあ、そこが合わないと、うんまあ、あんまり気に入らない、うんうん、気に入らないってことは私にとってはあんまり上手な人ではないっていうね、うん、ことに多分なると思うので、うん、やっぱりそういうそのもうキャラクター同士の相性みたいなものも多分あるとは思うんですよ。確かに、うん、だからまあで僕はもう基本的にはまあお任せのお客様がまあ多いんですよね、はい、そうですね、代表のお客様は、うんはい、でまあ僕なりに自分のこう経験則とあとは僕がその人をどういうふうになんていうのかなこう思うか、うんうん、を提供するタイプなので、うんうんうん、だから僕のお客さんは比較的もうお任せでみたいな人が多いけど、うんうんうんまあ、もちろんそのお任せって言われてもね、うん、そのお任せの中で、うん、当然その人の例えばこうキンキンのスケジュールとかね、はいうん、何かこう呼ばれがあるとか、うんうんうん、何か心境の変化があるとか、うんうん、そういうものによってもまた当然こうアイデアは変わるし、うんうん、もうちょっと大きく見ればさ、うんうんうん、例えば年齢的にこう、ね、段階的にあるじゃん。例えば20代の時、うんはい30代の時、はい、40代の時で、はい、人ってそれぞれこう心境とかまたその生活背景も変わるから、はいうん、そうですね、うん、ね、うん、20代の時、うん、やりたかったことと、うん、30代の時にやりたいことと、うん、また40代になってやりたいことって多分変化していくし、うんはい、なんかそういうその一人の人の変化に対しても、うん、できるだけこう僕らは、うんまあ、対応力を持って接したいなと思うので、はいはいうんうんまあ、かっこよく言うと僕なんかは毎回新規のつもりで、うんうんうん、やってるところもあるし、うんはい、もちろん回を重ねることで生まれる信頼関係みたいなものは大事にしながらも、はいまあ、作り手としては、うん、なんかこう2ヶ月前に来たその人と2ヶ月後に来たその人ってまたその2ヶ月間のいろんな経験則を踏んで、はい今に至るから、はい、
極端に言ったらもう別人なんだと、うん、もしかしたらこの2ヶ月の間に何かすごい大きな出来事があってこの人の考え方がすごいこう変わってるかもしれない、うんはいうん、よね、うんうんうん、で僕も同じようにもしかしたら何かすごい大きな出来事があって、うん、なんかまたこう自分の中に新しいっていうかこう考え方が生まれたりもするかもしれなくて、うん、そんな僕とお客様という人の、うん、なんていうのかなこう混ざり合いがその日生まれるデザインに変わっていくから、うんうん、すごいだから、うんうん、なんかできるだけそういう気持ちで、うんまあ、僕は接するように、うんうんうんまあ、してるよね、うんうんうんまあ、接するようにしてるとは言いながら僕あんまり普段そういうこういう説明はお客さんにはあんまりしないからそうだね、まあ、そうですね、うん、多分お客さん的にはもうまた今日も好きに切ってんなこいつって多分思ってる絶対そう、ね、と思うけど意外とそういうことを考えて、はいまあ、やってはいるっていうねあ、うん、すごい、うんまあ、だからこそ、うん、こう人と人とのこう相性だからこそ、うん、結局世の中には美容師さんが本当にたくさん大勢いるっていうのは、うんまあ、そのぐらいね、まあ、人は10人十色っていうぐらいで、うんまあもう人それぞれいろんな好み考え方、うんいろんな変化をしてるから、はいうん、それだけの、まあ、いろんなバリエーションのね、まあ、美容師さんがまたこう需要を生むんだろうというふうには思ってますけど、うんうんまあ、だからこの間も言ったように、まあ、一つのお店に限らず、うんうん、いろんな自分のお気に入りのお店をね、うん、持つことがまた一つのね、うんこうはい、大事なポイントかもしれませんよっていう話をこの間もしたんだけどね、うんうんうんまあ、とにかく、お客様にとって自分の思ってることが言いやすくて、うん、でこう自分の思ってることと美容師さんの作るものの、うん、こう感性が近くてとか、うんうんなんかそういう相性みたいなものが、うん、まあすごい大事になってくるのかなっていうふうには思いますよね。はい。はい。うん。うん、うん。いや、いいお話だった、ね。いや、そうだね。だから今度、あれだね、うん。代表のお客さんに、私たちはこっそりと代表ちゃんと考えてるんだよ。そうそう、うちらが伝える、ね。そうそう、そういうフォローをしてくれないと、うんそうですね、いつもなんか勝手に俺がね、なんか好き勝手なことばっかしゃってこいつってこうそういうフォローをねちゃん勝手に切ったんじゃないよちゃんと考えてるんだよいろいろね考えてるわけですよやっぱりね言ってあげないとねそう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 、うん、まあもちろんだからそういうのが好きなお客様、うん、そういうのがまあ肌に合わない方、うんうん、もちろん多分いらっしゃると思うから、うんうんまあ、そういう自分のね、うん、相性と合う、まあ、美容師さんをね、うんつけられるといいんじゃないかなというふうに思いますし、うん、まあこれもコロナ問題なんかもあってちらっと似たようなことこの間話しましたけどね、はい、まあこういうふうに世の中がいろいろ変化して変わっていく時代の中でね、うんまあ、改めてこの美容室っていうのをこうお客様それぞれがまたどんなふうにね、はい、こう活用利用していくのかっていうのもまあちょっとずつまた変わってくる部分もあると思うんですけどね、はいまあ僕らはとにかくお客さんにはねこういつも素敵でいてほしいなって思うわけです、うんうんうん、僕らのところに来てまあ綺麗になってその翌日からねまたご来店いただく日までもね、うん、その間もできる限り素敵でいてほしいと、うんうん、そのために、まあ、僕らは僕らで技術を勉強したり知識を勉強したりしてまあ、少しでも再現性の高い、まあ、スタイルを提案したりとか少しでも持ちのいいヘアカラーを提案したりとか、はいまあ、するんですけど、はいうん、なんかそのいつも素敵でいてほしいと、まあ、うちのお店のコンセプトはねこういつも綺麗ずっと綺麗、はい、もっと綺麗っていう、はいまあ、お店のコンセプトがありますけどね、はい、やっぱりこういつも素敵でいてほしいし、まあ、それをずっと続けてほしいしそしてもっともっと素敵な自分がいるんだっていうことにねこう気づいてほしいというか、うん、なんかそんな思いで、我々はやってますけどね、はいはいまあ、お客様一人一人にとって、そんな願いを叶えてくれる美容師さんと、出会えることまた、うん、そういう美容師さんと出会えてる人はねそういう美容師さんと長く、まあ、いい関係をね、保つことが、うんまあ、自分の人生の素敵にちょっと
まあ、僕らもお役に立てるのかなというふうに思っておりますと、はい、いうことで、まあ、今日もねもう週末終わりまして、はい、うちのお店は明日明後日が定休日に、はい、なっておりますので、はい、またね水曜日からしっかりと頑張っていきたいと思います、はい、また水曜日次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。